伊予の南行。クロードは体の内に妙な力が流れているのを感じた。力が強くなるにつれ、伊予の国が鮮やかに見えてくる。これはやられんぞ。打ち捨てろ、マナカ。クロードは彼方から静かに敵を葬った。八幡の怒り、我がたちを浴びよう。闇ガラス。遊びは決まりだ。かけろ。八幡の怒り、助かった。先へとクロードは諦めることを知らない。神を縛る力が弱くなっていることがクロードには分かった。さあ、ゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。